石石垣垣立憲国民民風会社民の石垣範子と申します本日はお三方の先生方、お忙しい中、貴重なご意見いただきましてありがとうございます。最初に山脇参考人からご紹介がありました、多文化共生社会の形成の推進に関する条例、全国に先駆けて制定しました宮城の出身でございます。 まず南の参考人に伺いますが、あの外国人の社会保障についてのお話がありましたが、この社会保障を考える前提として、この外国人の定義といいますか、ページの4ページにございますけれども、あくまで定住外国人が対象というふうに書かれてございます。しかしかグラフを見ますすと私たちの身ののののの身回りの生活の中で接する外国の皆様の半分は 非定住外国の方というグラフになっておりますけれども、えー、今日お話しいただきましたお三方、それぞれの観点から提示していただいた課題の根底にあるのは、やはりこう人権意識の欠如、低さにあるのではないかと私自身は受け止めました。そこであの南野参考人は、人権の観点から、えー、非定住外国人の社会保障をどのようにお考えになるか、教えていただけますか。 南野参考人。はい、ご質問ありがとうございます。えー、私の報告の中でもですね、なんていうかやはり言葉の問題というところをあのお話しさせていただいたんですが。 なぜ言葉が大事なのかということを申し上げるとやっぱりそれは自己決定なんですね与えられた情報を理解しそれに対して自分で選んで自己決定をするといったことがやはり言葉を自分で話せる例えば通訳を整えることも大事ですけれどもやはり通訳であればやりやっぱり自分の言葉自分の判断 いいうものだけで純粋に決められないとか通訳が入ることで、えー、時間が例えば話す時間そのものがなくなってしまうとかですね、まあ、通訳ですべて解決するわけではそもともとはまあないわけでまあただ一つの非常に重要なまあ取り組みとしては通訳ではあると。でその人権っていった時に、えー、これは、えー、ノーベル 賞を受賞していたアマルティア・センというですね経済学者がいるんですけれどもかあのその方はですね人間の安全保障といった、まあ、国連でもよく出てきているまあ、テーマなんですけれどもその中でやはり機械の保障といったことを非常に強く言っています。で えー、何でもかんでも受け入れましょう何でもかんでも、まあ、支えましょうということではなくってやはり、えー、例えば保険でも、えー、年金でもそうですけれどもあのきちんと説明をして加入しましょう義務ですよこういうふうに伝えることも非常に重要です、まあ、ただ一方で日本はこういう制度であるあなたにとってはこういう選択肢があるその場合はこうであるっていったことをきちんと、えー、伝えられる場面がないまま、えーまあ、実際にはそういう 機会がないまま労働現場に入ってきてきで、えー、住居と職場の、えー、元々の管理者が同じだから仕事職場で嫌な思いをして、えー、何かを言って辞めるようなことがあったら寮からも出なければいけないといったような保険も失うこういったようななかなかですね、えー、自分の意思で行動するのが難しいというのが今のそのあっせん業者をと、まあ、あっせん会社を通してですね、えー 自分で採用先を選ぶというよりはですねいくような構造の中には非常に生まれやすいですのでまあそれはあの本人が自分の口で語る言葉なのか他人を返すの,返のかっていうのは両方あると思いますけれども本人が与えられるべき情報を本当に全部与えられていてその中で納得してその環境に対して、えー、ちゃんと仕事に従事できているのか実際には契約書すら あっても見たこともないといったようなですね労働者がいるのが事実ですので、知る権利をやはりきちんと提供するということは、えー、日本が受け入れる上で、もうあの非常に大きな責任を持つところなんだというところかと思います、はい、ありがとうございます石垣乃伊子君。それでは、えー、小島参考人に伺いますけれども、まあ、同じくですね、まあ、外国人の子どもの教育ということで、その外国人というお話をされたときに、えー、どういう方をこう外国人と定義してお話されていたか、お願いします。 小島参考人。はい、ご質問いただきましてありがとうございます。えー、今回の報告の中では、えー、外国籍の方たちについて話しました。<れ>石垣憲彦君。はい、えー。まあ在留資格。 ありでで外国籍を持ちの方とということですけれども実際に、先ほど、蟹市、一軒一軒回られたという話がありましたが、現在、外国籍および日本国籍も持っていないようなお子さんたちが実在しているという話もありましたただ統計がないので、どのぐらいあるか分からないということなんですけれども、調査をされていく中で、そういう事例には出会いましたでしょうかどなたでしょうか。同じく小島、はい、小島島参参考考人人ですはいい出会いました 石垣範子君そ,、はい、その方に対してのご対応って、どのようにされましたか小島さんん、はい、現在、文部科学省では在留資格問わずです、ね、そこに居住があれば、居住実態があれば、就学を認めるという、いわゆる人道的配慮された、えー、日本で誇ってもいいと思うんですけども、という通知がされておりますので、それをもって、就学手続きをしていく、促進させていくという支援をさせていただきました。 石垣のりこ君ありがとうございます、えー、ただあの、そのような、カニしのような積極的な取り組みをされているところは、実際にそういうふうに、えー、対応されるということですけれども、今はそういう把握すらされていない現状があるということで、えー、小島参考人の本から、えー、ぜひ何かご提言などありましたら、最後にお願いします。小島参考人時間が、はい さしっておりまますすのでよろしおお願いします、はい、えおっしゃるとおり、えー、まだまだですね在留資格等で、えー、判断されてしまう、えー、学びの機会をですね得れない子どもたちが多々いるというのは実際です私が出会った子どもたちの中には、えー、国籍を有せずっていう、えー、無国籍状況の状態のままでですね、えー、住んでいた子どもたちもあのいましたので、えー、人道的な、えー、視点でですね日本を は対応していただきたいと思いますし、先ほど南の参考人からお話しありましたとおり、自己決定することが必要であるんですけれども、自己決定するための力や能力を奪われてしまっている方たちが多々いるというこの現実をぜひ改善していただける対応を考えていただきたいと考えます。以以上上でですす君ありがとうございました